彫刻を作ってます。全体のテーマとしてその細胞っていう意味のセルっていうのはあって、細胞っていうレベルから見ると人間っていう括りがあんまり意味がなくなって、だ植物も動物もそれこそ微生物もですね、それも全部がこう、つながってる状態に見えたんですよ。彫刻っていう分野はやっぱり物質体験っていうのが一番情報量が大きくて強烈な体験だと思うんですね。で、その視覚的な体験ももちろんそうなんですけど、触覚的な体験も、その触っていないけど、触覚性が伝わるっていうのは、すごく強い表現だなと思ってて、スローンはまあすごい特殊なプロジェクトだと思うんです。で、今回ルーブルのこのピラミッドに何か彫刻を提案するっていう時に、やっぱりピラミッドっていうのは何千年も前から残っている、まあ、そういう権力とか権威のが残したものに見えたので、まあ、権力とか権威の座っていう意味では今の時代にも全然なくなってないと思うんですよ。今やっぱり新しい時代が来て、そのコンピューターとか、まあ、AI みたいなものがものすごく進化するだろうと言われて、そういうものが出した答えにみんなが従わざるを得ない時代が来るんじゃないかなと。そういうコンピューターとか新しい知性みたいなものが そこに置き換わってしまうんじゃないかと。そういう予感みたいなものを表現できる場所じゃないかと思いました。まあ、パリと京都はその古いものと新しいものが同時にあるっていう都市としては共通するのかなと思いますし、都市の中に芸術が必要だっていうことが大前提になっているっていうのは素晴らしいなと思うんですね。